三南地域のお店をご紹介する店番。今回は越前市東地区にあるカラオケ喫茶マックスロードをご紹介します。マックスロードは昭和50年から営業を続ける老舗の喫茶店。今では昭和レトロの香りを残しながらカラオケ喫茶として営業しています。開業当時からお店を切り盛りするのは中田きみこママ。お客さんに喜んでもらえるようにと、これまでに喫茶師の技術についてきっちりと基礎を学ぶなど、美味しいコーヒーや軽食を提供しています。普段お客さんに対して何か大切にされていることはありますか？はい、そうですね、まあ、1週間に一度っていうわけにはいかないけれど、1ヶ月ぐらい、なんか顔が見えないなと思いますと、お体元気ですかとか言ってね、遊びに来てくださいっていうようなことを書きます。裏も表も申し出、でまた例えばお手洗いにおしぼりを出しとくとか、こういう見えないところのサービスまでをサーチしてくれるお客さんはいないかもしれんけど、自分の気持ちやね、これは、でやってるんだけど。マックスロードの店内にはミニステージが設けられていて、1曲100円でカラオケを歌うことができます。カラオケ6曲とドリンク1杯のご注文で1曲サービス券がもらえますよ。まずはサイフォンで立てられたこだわりのコーヒーに生クリームをのせたウインナーコーヒー。いただきます。すごいいい香り、苦味がなくてとっても飲みやすい。コーヒーの香りと生クリームの甘さと滑らかさの相性抜群で、もうたまらないです。続いては喉に優しい生姜湯。生姜の生産日本一、高知県からのお取り寄せ品をすりおろし生絞りした濃厚な一杯です。美味しい。生姜の香りがすごい、甘いです。すごいなんか生姜のいいところがたくさん出てるっていう感じで、独特の癖はなくてとっても飲みやすいです。体の芯から温まるようなホッとする一杯です。最後は疲れた体におすすめのぜんざい。甘いぜんざいには昆布茶と味付け昆布もセットで出されます。北海道産大納言小豆の上品な甘さがたまりません。いただきます。小豆のお豆の風味がすごい広がって美味しいです。お餅もとっても柔らかい。小豆が一粒一粒ちょっと大きくて食べ応えもありますね。美味しい。ぜんざいの甘さと昆布茶のしょっぱさがどちらとも引き立つ組み合わせで、もうすごい相乗効果でとっても美味しいセットになってます。ゆうのここに注目。カラオケ喫茶マックスロードで出される割り箸、この箸袋には歌の題名が筆文字で書かれています。これは筆豆のママの粋な計らい、ママとの会話のきっかけにもなりそうですね。マックスロード、ゴージャスな道、永遠の道、永遠の道、双子三丁目に小さくやっております。遊びに来てくださいね。